では自己紹介をお願いいたします。はい、大山拓郎です。どうしてオーストラリアへ行こうと思いましたか？ちょっと英語の方が全然勉強してなかったので、ちょっと勉強し直そうと思って行きました。シドニーでの学校名と、あとどのぐらい英語力がついたか教えてください。はい、学校はラングポーツイングリッシュカレッジで、英語力は最初1だったんですが、レベル1だったんですが、最終的に4、レベル4、まあ、高校生レベルぐらいにはなりました。どのように英語力をつけましたか？まず、向こうでたくさん友達を作ったんですよ。ブラジル人とスイス人とか、まあ、いろんな国の方々と友達になって、全部英語で会話をするようにして、もう一切日本人とは関わらないようにしてみたいなことをしてました。あとは海行ってました。海じゃあ海でいっぱい英語を使った感じですか？海では相当使いましたね。もう綺麗な方がたくさんいるので。ではこれからの夢や目標何かあれば教えてください。はい、まだ英語全然下の方っていうか全然喋れないので、そうですね、これからもちょっと勉強して北海道をもっと他の国に知ってもらうためにアピールできるぐらいの英語力をつけたいなと思います。ではこれから留学される方へのメッセージをお願いします。はい、これから留学される方へ、そうですね、とりあえず英語はもう勢いで喋って、もう友達をいっぱい作って、もうとにかく遊びまくることです。勉強はもう二の次でいいんで、とりあえずコミュニケーション能力をどんどんこう伸ばしていって、もう間違ってもいいんで英語をどんどん使って、であとは友達が全部向こうの方が絶対できると思うんで修正してくれるんで、まあ、とりあえず楽しんだもん勝ちです。